吉さんこんにちは車買うんですかうんなんかあのー、車をポン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 買えるようになってますよねうんまあでもそんなにたくさん買ったら今度維持費が大変なところもあったりいろいろするんであれですけども、まあ、今の状態だったら3台4台はまあ車としての予算は許容範囲かなと思うんですよ、うんまあ、そもそも車って移動手段であるのと同時に 別の使い方も結構あってですね、まあ、私たちに言わせれば車自体で稼ぐこともできるから仕入れという概念もありますよね。で車に何かこう一定のパフォーマンスをやらせることで車自体が自分の給料を稼ぐみたいなねそんなこともあるのかなと思います。もちろん今までの車のの車稼ぎ方っていいうのはこうタクシーみたいな形に してみたりとか運送してみたりとかレンタルしたりとかっていうのがありましたけどもなんか映像で見せ続けるとかねまあその他の方法もあるかもしれませんけどもなんかその稼ぎ方って本当幅広いななと思うわけなんですよで、ね、あのー、最近のことなんですけども YouTube でまだチャンネル登録が300人前後の人がいてねで自分には売る商品がないっていうからいや YouTube のチャンネル登録を300人に するる方法とかって売れるんじゃないのといやでも大したことしないですよみたいなね何やったか覚えてないですよって言うけどもでもこの瞬間もチャンネル登録が100人とか200人で伸びないなと思ってる人がいるわけですよそういう人にはお役に立てるんじゃないのっていうことなんですよねこれもだから一つの稼ぎ方だと思うんですけども本当に山ほど稼ぎ方があるなとでもこんなに山ほど稼ぎ方があるのになんで稼いでない人がこんなに多いんだと、ね、同時に思っちゃいますまた変な言い方になりますけどもでも素直に 現象としそう思いますね稼ぐ方法がたくさんあるんだけども稼いでる人が少ないとじゃあ稼いでない人が稼ぐ方を知らないかって言ったら知らない人もいると思いますけども昨今すぐ知ることができるわけじゃないですか何なんですかね、うん、知らずにできない知っていてやらない何なんですかねいってらっしゃい